そういや、あのウィチルってのもアスピオの人間だって言ってたな。リタとも知り合いなんですよね。あ、そう。そうって。なんか視界の端には入れたことがあったような気がするんだけど、ぼんやりとしか覚えてないのよね。なんかウィチルが喧嘩腰だった理由分かった気がするね。